ジョミンさんと対策した。なるほど。大体でも自分のおかげで勝つって感じですね。自分のおかげ。自分のおかげ。肌寒くなってきたね。さあどうするか。ネカリのね、血を這う獣っていう新たな選択肢もあるわけですけどね。ここは力の集約を選んでいきました。集約が非常に強力ですからね。うん。さあ、バチャボネカリ対川の降臨の組み合わせ。基本的にやっぱりその降臨側の方が中距離戦は圧倒的に強いですよね。リターンは取りやすいと。判定の面で言えばネカリも強いグルであるんですが、そうですね、技はそう置けるんですが、リターンを取りづらい。どうしてもその歩いて、こう間合いをこう、調整しながらリターンを出しにくいというのが、まあ、ネカリの弱い点なので、序盤はマチャボをネカリが立ち回り制していきますが、ここでトリガーを発動してカオラが画面で押し込んでいきます。なるほど、ステップから強利宅を仕掛けていきます。一瞬で体力リードを覆してスタンまで持っていく。ただ終わらないでしょうから、ターゲットからロストエッジ、ね、発動はさせたくない。8強系クリティカルアーツがあります。シャボンが発動、追いかけられる前に自分から仕掛けに行く。今の状況でも全然ネカリ側もね、手はありましたからね。立ち回りに戻ると少し危険な展開ではありました。そこからは自分から詰めて仕掛けて上からトビが通る。刺さった。ホーリングは一つ対空の難しさというところも確かにありますかね。そうですね、太陽の道という軌道変化する技を持っているので、しがみ強パンチもいつものタイミング出すとジャンプ強パンチに負けてしまったり、太陽の道に負けてしまったりというのはあるでしょう。序盤の立ち回り、マチャボーが制しています。ここでトリガーを通してどこまで体力を削れるか。ステップから今度ゲージ温存します。投げ次ですね。ここが重要。ルイバサル、ルイバサルする使っていきます。とにかくスタンしなければ OK と投げて打撃、うわー、止めている。しかも中パンチで川野としては詰めるしかない展開ではありました。そこを止めていきました。マチャボーネカリ勝つために小技ではなく中攻撃で止めていきましたね。小技からのリターンが取りづらいので、やはりネカリ側もそういうプレーが止められると。ここは中盤カウンターからのコンボ、いいキスパー内足から投げしけを誘って一気に体力を持っていきます。リゲージある、使わず、これ飲み合い、無敵技、呼び勝っていきました、川野降臨。まずは川野。ここまでしかし、序盤の立ち回り、どちらかというと、マチャボネカリが優勢に進めている印象がありますよね、うん、川野側が V トリガーの爆発力を使って追い上げるような展開を考えます。スナイピンピックに膝で差し返した。そんなことするんですね。置くことで、あの膝をまあ空振りすればターゲットコンボ出ないので、その置き技にして膝を打った後に入れ込んでおくっていうのがあるんですが、それをうまく使いましたね。かといってリーチは短いですよね。そうですよ、本来そういう技ではないはずなんですが、やはりここも先に川野がトリガーを発動する展開になります。これまではこのトリガーで逆転する展開が非常に多かったわけですけれども、はい、あとはどうするか。ここは変更点ですね。中ともしみが前に判定が伸びる変更が入ったので、はい、連続技に使いやすくなった。はい、立ち強系クラッシュカウンター追撃して、これはマチャボーネカリ大幅有利な展開。川野としてはまずはきっかけが欲しい。でかい1回目、マチャボはどこかで変身するって感じですかね。バックステップ、うん、中足からウイトリガー発動、変身からのコンボ。ここでマチャボーがラウンドを取ります。スナイピンピック、ナイスカウンター、敵技の夢を制していきます。 EX プラから画面端中段、これガードして確定反撃、タッチ強系、タッチ強系、もう少しで V 取りが止まるんで中略を狙いたいでしょう。ガードさせに行きたい。このヒットから発動していきます。垂直
踏み込みが深い、うまい。ここでケッキよく見ていました。 EX のフロスタッチ、チュレウスでも空いてれば入ってますよね。ターゲットコンボから発動して踏み込み遅らせ中パンチからリバースジャベリン、リバースジャベリンのコンボ見事、川野がラウンドを返します。ファイト、地方はここでまず1ゲージ。あの状況で能動的に吐けるのはやはり純粋な強化ですね。そうですね、 EX いうものあるケッキーの強化点、まあ、ガードのされても有利な状況になりました。ただ距離も遠いので、まあ、攻めが強いわけではないんですが、押し込むっていう感じですよね、どちらかというと。しかしの強化 EX から外野しからのパラメラム、ここもゲダが通る、カロの崩しが通っている。そうですね、しかも無敵技も全てガードできてるんですよ。ここついに通りました。ここはついに3度目の正直、マチャボーまだトリガーが発動できません。集約をガードさせたい。ヒットから変身して後ろ投げ、攻めがループする。カーノにも V トリが止まりましたよ。タッチコーマッチ、本命が通る。ヘルソムステップシャカムシューパンチ、バニティで攻めを継続して表、これは見えづらい。表裏タクがかかっていました、うん。これでカモノが2セット連取、 V トリガーうまく使ってますね。逆にそのマチャボーは変身後の崩しなんかもあまりできていないというか、そうですね、で基本的にやはりその変身できているタイミングでは川野側も V トリガーをこう発動できていて、そのプレッシャーでうまく試合を組み立てていく。結構よくそのネカリがの勝ち方の一つである変身後のクリティカルアーツですね、それも決まっていないので、はい、追撃してこのラウンドはマチャボのペース、ゲージ入って攻めを継続していきます。ステップ、ここはトリガーを発動しますが、素晴らしい対空、遠いと判断して強度を変えていきます。ラウンド2ファイト、マチャボはここで返していきたい。カーノは展開が変わる前に早めに決めに行きたい。8秒で自分らしい、ここも落としていく、中距離、互いすごい歩く。通常状態の立ち回りマチャボーが優勢に見えるんですが、おーキャンセルで、これは降りてしまう、出てしまった。大入手からこの画面端上から入れ替わります。ここも間に合う、垂直最大リターン、中足 EX ケッキ画面足に押し込んでいく。突き抜け、中足ここはガードして EX 戦マン画面足、大きい攻めは小足からの投げ、これはいい飛びが確定している EX トラ、左足からクロスエッジ、距離を運んでいきます。何か当たればという場面ですね、すでに、うん、ここは対空散らしていく、太陽の道、これが機能しますね、機能しますが、その本当に勝ち筋になるところでようやく持ってきた感じですね。そうですね、ネカリもいろんな崩しを持っている、例えばその大地のコマンド投げですとかあるんですが、そういうそのちょっとリスクのあるような動きっていうのはあまりしないように、本当に丁寧に丁寧に戦って、ようやく1試合取りました。ここまで本当にそうですね、大地の壁一度もいられない、あまりその荒いプレーをせずに本当に丁寧にやっていますね、今のところ。ただまあそれによって川野が守れているというのもあるので、うん、この先どうなってくるか、むしろ最終セットまでもつれた時の動きが怖いですね。そうですね、流れをどうこうマチャボが作っていくかっていうのはちょっと気になるところですね、はい、先手を取っていきます。中足踏み込みが深いぞ、結構ここまでやはり川野側も遅らせ投げ抜きを多用している感じがあるので、はい、そこに、まあ、タイミングを合わせた打撃を狙っているんでしょうね。ターゲットからトリガーを発動していきます。入れ替えを狙いたいがマチャボはバックステップ、1ゲージ入ってるコンボ、弱 K 下段を攻める、ここでも生きている、いやークラッシュカウンター、極限 BR 級、これは届かないが体力大幅リード、マチャボーネカリ
走りを待っています。ここに強しが発動して下段を2回ここもですね、その川野がやはりフロストタッチっていう返し技を完全に警戒してしゃがみじゃ結構対応してますね、はい、下段であれば下段を取らなきゃいけないので、新足 EX 一騎走り抹茶棒が追い込む展開が増えてきました。踏み込みが深いですね。もう入れ替えも警戒してます。中役投げて、ここも投げている、当て身の読み合い、そしてやはり上は通さない。うまい、この空振りも怪しいとこ見てガード、これは出ない。中盤 EX 戦までフィニッシュ。これで2セット連続で返していきます。マチャボネカリ対応が、回答が用意できたのか、間に合ってきましたかね。これそうそう、やっぱりその第一の仮面使わずにそのプレッシャーだけで崩していっていると。そうですね、この最終セットマチャボーの動きどう変わっていくか。うん、そろそろそのあたり解放できますからね。そうですね、出すならばこのセット本当に一度も今のところ、まあ、そのコマンドミスっぽい形の打ち方はあったんですけれども、ね、中継から漏れるような場面が、はい、崩しには使っていませんから。上から、おお、偉い、ここは全体をですね、うん、スタンドからダメージを取って川野がスタンチを稼いでいきます。ここはスタンさせに行く選択、後半はいい状況を作りますね。中盤パラベラム、この画面足、そしてマチャボーを変身することができます。ここからがやはり本番、円盤の追撃からよく止めた、ステップ止めています。変身デカのステップ非常に機敏なんですが、そこもよくケアしていました。中役手前に置いていきます。もう手前いいラッシュ、中役の合間を縫って川野が決めていきます。これでマッチポイント。シャムチパチ、これカウンターしていましたが2発目は届かない。上から迎撃しているのは川野、バルティステップ、ここでタイミングずらしますが、やはり引きつけて、これでも画面足ですからね。あ、入れ替わった、入れ替わる、素晴らしい。 EX フロスタッチ、上の処理が対応間に合ってきたでしょうか。中足激踏み込んで投げる、ここも投げていく、から発動してゲージが潤沢にあります。しかしクリティカルアーツで倒しきるというのはまだ難しいですね。どのタイミングで使うかですね。当てれば画面しに行けるんで強力ですが、次の読み合いで倒せるというところまでは立ち回りで削っていきたいでしょう。ここでカード噛み込んでくる、 EX マニキンからの攻め、これは苦しい、我慢して、あ、これはしのぎ切った、どこまで減る、ゲージは止まりました。これは仮面で終わるんじゃないか。打撃、ここも打撃、トイ、うわー、潰していく、そしてコパンからの灯火、いや、ここで最後にまたずらしてきましたね。温存してきました。カーロもここまで途中からはフロスタッチで対策していたんですが、うん、やはりあのような極限の状況では、そうですね、歩いてきての第一の仮面なんかもありますからね。今の場面はいる場面が多すぎると、マッチポイント、お互いマッチポイント、めちゃくちゃゲージ溜まってます。もうこれ溜まっちゃうよ、当たると当たると溜まる、集約が溜まればもう変身できる、あと1回ガードでもこれも溜まりました。お、強盤ヒット部分から EX パラ、大足パラで画面端投げて、もしさすがに終わるか、マチャボーはどこで使うでしょうか。中足ヒットからどうする、踏み込んで崩しに行くが、川野打撃で止めている、ターゲットから発動してしのいでいきます。バックステップ対策はバッチリ、何かが当たればクリティカルアーツで画面足でほぼ5分になるでしょう。マチャボーは牽制から痛く取れる、打撃、中足撃 EX マリティ、これはよく止めた、うわ、投げ押さない、
歩いてから投げていく。リーサル圏内だ。川野ここはどうなっている。踏み込んでリーサル。最後は投げてお互い極限の状態、もつれた展開を制したのは川野降臨。いやフロスト長いよ、ね、この曲エッジに対する反撃をミスしてしまいましたね。なかなかああいうガードをする機会なかった。